ヨハンフリードリヒストルーエンセイエンスユーエル、u 七百七十一年ドイツチェレボーマン美術館所蔵ヨハンフリードリヒストルーエンセはデンマーク王クリスチャン七世付きの字及び大臣事実上の摂政シュトルーエンゼの表記もありヨハンフリードリヒストルーエンセは経験主義の神学者で牧師のアダム・ストルーエンセとマリア・ドロテアの間の六人兄弟の三番目の子として ドイツのプロイセン王国マクデブルク公領の晴れに生まれた。聖果は中産階級に属し、社会的地位もあったが、特別に厳格であったり、宗教的に不寛容な家庭ではなかった。子供への教育には熱心で、息子の3人は大学に行ったが、いずれも父のような進学者とはならなかった。2人の娘は牧師と結婚した。ヨハンフリードリヒは、 15歳を迎えた1752年8月5日に、晴れ大学に入学して、医学を学び、1757年12月12日に卒業した。大学で彼は、啓蒙時代の理念と出会い、社会、政治批判と改革について学んだ。これらの新しい思考に強く影響を受けて、熱心な信奉者となり、無信論やジャンジャックルソーの著作、百科全書を懸念した。 1758年、父アダムはアルトナのマリア教会の主任牧師となり、妻やヨハンフリードリヒら不要家にあった子供たちと共にアルトナに移り住んだ。ヨハンフリードリヒはすぐにアルトナ、ランツァウ伯爵領地、そしてピンネブルグ地区での民衆医として雇われることになった。とはいえその賃金はわずかなもので、ヨハンフリードリヒは私的な診療でその欠を補おうと、 考えた。1760年、両親はレンツブルクに移り、父アダムは広告の主任監督、ついでシュレースビヒホルシュタインの総監督に就任した。23歳になっていたヨハンフリードリヒは、初めて経済的な自立を迫られた。彼の豪勢な暮らしぶりは収入に見合ったものではなかったが、その知識の深さと優雅な物腰ですぐに、 上流層の人気者となり、物議を醸すような発言や不道徳な行いで、社交界を賑わした。野心的で物おじしないヨハンフリードリヒは、デンマークの外務大臣ヨハンをハルトイグ・エルンストフォン、ベルンストルフに噴して、デンマーク政府に資金調達を要請したりもした。啓蒙運動の論文に手を染めたりもした。彼は、 自分には単なる医者よりももっとなるべきものがあると考えていた。エネボルト、ブラントアルトなでの約10年の間、ストルーエンセはコッペンハーゲン宮廷から阻害された貴族たちと接触を持っていた。その中にはエネボルト・ブラントとシャック・カール・ランツァウ伯爵もおり、ランツァウ博は啓蒙主義信奉者の集まりのリーダーで、自らをストルーエンセの貢献人とみなしていた。彼らは、 ストルーエンセをクリスチャン7世の随行位の地位に押し込むことに成功し、そしてストルーエンセが彼らを再び王のそばに近づけてくれるパイプとなることを期待した。1767年の6月から7月、王は夏をシュレースビヒホルシュタインで過ごし、そこに宮廷も最相たちも随行した。ストルーエンセは起点の菊石で王がこの地を訪れている間に、 王の健康をいくらか回復させることに成功し、その関心を獲得した。1768年4月5日、随行医として留任され、1768年5月6日から1769年1月12日までの、パリ、ロンドン、ハノーファーへの王の外遊に随行した。アルトナを経って1週間も経たない1768年5月12日、彼は、 国務顧問官に任命された。9ヶ月の外遊の間に、彼は王と親密になった。王の大臣、ベルンストルフと財務大臣、H.C. シンメルマンは、ストルーエンセが王に良い影響を及ぼしていることを見て、コッペンハーゲンに戻った1769年に、ストルーエンセの自就任に動いた。ストルーエンセは、精神的に不安定な若い王に対して、すぐに、 大きな影響力を及ぼすようになり、実質的にデンマークを支配するようになった。世界に力を及ぼす地位につき、改革を行うというのは、ストルーエンセの長年の野心であり、夢であった。彼はすでにデンマークの様々な友人から、地方の惑星はびこる、球体依然とした、デンマークノルウェー王国こそ、彼のような、 優れた、新進の若者が改革の実験を行う場として、ふさわしいという情報を得ていたと言われる。そしてストルーエンセはじわじわと、抜け目なくことを運んできていたのだ。まず、彼は、王と王妃の取り込みに成功した。王を、自身の野心実現の手段とするためには、王妃を自陣へ引き込まなければならない、という判断は利口であった。王妃、カロリーネ・マティルでは、当初、 ストルーエンセを嫌っていたと言われる。しかし、18歳になったばかりの若い王妃が、再起ふれる若い医師の手札にかかって、虜になるのに時間はかからなかった。1770年1月には彼らの愛人関係は公然の秘密となっていた。同年5月5日、ストルーエンセは王モンと審議委員に任じられる。同年5月に、 まだ幼児であった王太子フレゼリクの死闘に成功したストルーンエンセの影響力は増すばかりであった。ストルーンエンセは王太子の養育にも大きな影響力を持ち、ジャンジャックルソーの自然回帰論等に基づく啓蒙主義に則っ,った教育方針をとっていた。宮廷はこの年の夏もシュレースビヒホルシュタインに置かれた。同年9月15日、王はベルンストルフを罷免した。 二日後に、ストルーエンセは、西岸審議官となり、ストルーエンセ時代と呼ばれる16ヶ月間の彼の、先制時代が始まった。王の健康が悪化し、無気力状態に陥っていく中で、ストルーエンセの権力はさらに増大し、12月8日には、王は、すべての閣僚と、王顧問を罷免した。当初、ストルーエンセは、黒幕として背後から宮廷を操るだけであったが、 次第に自分が操る苦物に満足できなくなっていった。そこで、1770年12月には大臣たちが罷免され、ストルーエンセ一人がメートルデルケットとして事実上の摂政となった。以後、様々な政府機関から提出されるあらゆる報告は、ストルーエンセを通じて王に示されることになった。クリスチャン七世は自分の責務にほとんど無関心だったので、 ストルーエンセは提出された報告書に好きなように採下を加えることができた。クリスチャン七世の名前でストルーエンセは数多くの改革を推し進めた。まず彼が言ったのはすべての省庁の長官を罷免しノルウェー総督職を廃止することであった。このことによって彼が核となる内閣のみが国家運営に対して絶対的な権威を持つこととなった。 ストルーエンセは、デンマーク・ノルウェー王国を暗グの地であると考えており、るきり関連的な原理によって改革しようとしていた。現地の習慣や考え方を偏見と切り捨て、一個だにしなかった。デンマーク語を全く知らなかった。彼は、ドイツ語で、すべての政務を推し進めた。彼の改革の多くは、模範となる先例のあるものばかりではあり、本来は、有益なものであった。 例えば捨て子のための病院の設立、窃盗犯の死刑廃止や、司法における拷問の廃止、袖の下などの腐敗や追従行為の追放、有力者の過信が収入の多い公的役職につくことの禁止などである。しかし、ストルーエンセの改革熱は変質の域に達していた。古い組織であるというだけで、彼の目には、その組織は廃止すべきものに移った。そして、 慎重な政治家なら何十年もかけて実行するような変革を彼はたったの2週間で行おうとした。先制を振るった1771年3月20日から1772年1月16日の10ヶ月間に彼は1069通もの政府令を発布したが、これは1日に3通以上という計算になる。自身への忠誠を確実なものとするためにストルーエンセは、 あらゆる政府組織の職員を無差別に退職金も年金もなしに解雇し自ら指名した人物を代わりに採用した。それまで務めていた経験のある役人が去り、統治すべき国についてほとんど何も知らない経験の少ない人々が代わりとなった。このような強引な改革は彼に対する反感を高めた。彼が全ての検閲を廃止すると街中に ストルーエンセを批判するパンフレットが飛び交うことになった。さらにストルーエンセの態度も問題となった。彼はしばしば傲慢な権威を傘に来た態度をとったとされ、また意図的に人々を傷つける言動をとることもあった。また自分に都合の良い矛盾した態度もあった。役人の数を削減し、その給料をギリギリまで削った一方で、豪者な舞踏会や、 仮面舞踏会などの宮廷の遊興に多額の金を継ぎ込んでおり、王をそそのかして、彼と友人のブラントに一人6万リクスダラーもする、衣装を送らせたりもした。失敗や強引さはあったものの、改革の初期には、中流層は彼を支持していた。もし彼が賢明であったなら、反発をうまく抑え込むこともできたかもしれない。しかしストルーエンセは、人々が、 自分の改革を支持しているかいないかに全く興味がなかった。デンマークの人々を最も憤激させたのはストルーエンセガ王を完全に脇に押し合ったことだった。宮廷の外ではクリスチャン7世が完全に精神疾患に侵されているとは考えられておらず、ただ常にひどい扱いを受ける中で意志が弱まってしまっただけだと信じられていた。 そのためストルーエンセに対する反感はなおさらであった。1771年7月14日にストルーエンセを秘密官房長官とし内閣の発布する政令は王の親書がなくても王令と同等の力を持つと定めた内閣令が出されるとストルーエンセが王をないがしろにしているという考えはますます強まった。ストルーエンセと王妃の関係も国民の反感を買った。 オルデンブルク家に対する国民の敬愛は強く、王妃、カロリーネ・マティルデの大っぴらな不道徳行為は王家を、恥ずかしめる者として非難された。クリスチャン7世は、ストルーエンセの取り巻きのあざけぎの的となり下がっていた。ある時、ブラントが投げかけた、無礼な言葉に対して、王が、むち打ちの刑を与えると脅したところ、ブラントは、ストルーエンセと王妃の了解を得て、王を部屋に軟禁し、 王が謝罪して、慈悲を超うまで拳で殴る始末であった。1771年の冬、事態は最悪の状態に陥っていた。自らを白爵に助任したストルーエンセは、自らのやりたい限り法等と暴虐を尽くし、王妃をも人の前で侮辱した。王、王妃、ストルーエンセとブランドは、宮廷を伴って1771年の夏を、 コッペンハーゲンの北にあるヒルシュホルム宮殿で過ごした。7月7日、王妃は王女ルイーセ・アウグスタを生んだ。国内のすべての教会で王女生誕を祝うてデウムを歌うことが命じられたが、王女が実はストルーエンセの子であると広く信じられていたため、人々は皆通常のミサが終わるとてデウムを歌うことなく席を立って教会を去ってしまった。 11月19日、宮廷はコペンハーゲンのすぐ西にあるフレゼデリクス某宮殿に移った。夏以来高まる一方であったストルーエンセに対する反発は、ついに彼に対する陰謀として結実しようとしていた。この陰謀の首謀者となったのは、ランツァウ・アシェブルグたちであり、そして、王太郷ユリアナ・マリアの名を借りていた。ユリアナ・マリアはこの陰謀によってママ子である王から、 実験を取り上げ、以後何年にもわたって、自らと王の地位の安泰を維持した。宮廷は、1772年1月8日、クリスチャンス傍上に戻った。同月16日には、年初の仮面舞踏会が王立劇場で行われた。17日の早朝、ストルーエンセ、ブラントと王妃、カロリーネ・マティルでは、それぞれの寝室で逮捕された。解放され、 黄金の馬車に乗せられて、コッペンハーゲン中を引き回された王は、人々の歓喜を持って迎えられた。ストルーエンセの主な逮捕理由は、王法に反して王の権力を強奪した、というものであった。ストルーエンセは、自身の弁護にかなり奮闘した。また当初は、王妃が断罪されることはないであろうと考えて、王妃との関係が法に触れるものではないと主張した。しかし、王妃も、 また囚人として、クロンボー上に拘束されていることを知ると、見せかけの勇気も消え去り、王妃を裏切る言動を取るようになった。一方の王妃は、最後までストルーエンセをかばったという。1772年4月25日、ストルーエンセとブラントは、右手を切り落とした上で、断頭、遺体は4つ先という刑を宣告された。ストルーエンセの死刑は不可避であった。 彼の罪は不敬罪と王権の強奪であり、いずれも王法の二条と二十六条によって断頭罪に当たるとされていた。ストルーエンセはカンストレットで軽執行までの数日を過ごした。四月二十八日、ストルーエンセとブラントは処刑された。ブラントが先だった。ストルーエンセの木とした改革の多くは妥当なものであったが、時期と方法を誤っていた。事実。 彼の改革案の多くは何年も後に、特に1784年のクーデターの後に実現されることとなったのである。しかし、ストルーエンセにとっては多くが裏目に出る結果に終わり、啓蒙主義改革によって失うものの多かった貴族の反発は特に強かった。彼に投げかけられた剣をゴシップ、中傷は結局のところ彼の処刑へと発展し、その後、長い間、 彼の名誉が回復されることはなかった。しかしその一方で、彼の改革への保守反動が、結果として、彼の死後の改革前進の土壌となった面もあった。宮廷での性的な不道徳行為は、必ずしも珍しいものではなく、王自身も乱れた生活を送ってはいたが、それでもやはりストルーエンセの王妃との不倫関係は、人々にとって許しがたいものであった。王妃への非難も強く、 ビクトリア朝道徳観の強かった、次世紀でもそれは同じことであった。イギリス王室は王妃の犯した行為を恥じ、彼女の帰国を許すことはなかった。王妃はドイツへ追放され、そこで死んだ。クリスチャン7世は、ストルーエンセの死後も彼を高く評価していた。ストルーエンセ処刑の3年後、1775年に王が描いた絵には次の文言が記されていた。 ジェグハベドゲルナレットットデムベガ2ありがとうございます。